自民党安倍派の政治資金の問題をめぐり内閣府副大臣を辞任した堀井学衆議院議員がテレビ朝日の取材に応じ1000万円を超えるキックバックを受け収支報告書に記載していなかったと明かしましまた。堀井氏は安倍派からキックバックを受けていたことを認めた上で2022年までの5年間で1000万円を超える不記載が確認されたと述べました。 当時の秘書が全員退職しているため、正確な金額の精査に時間がかかっていると説明しています。使い道については、事務所の経費として使われた可能性があるとしています。